めまして、クラシックピアニストの米津忠宏と申します。まずはですね、僕の自己紹介をさせていただきたいと思います。1986年2月14日、僕は千葉県出身で、高校は普通科の幕張総合高校というのを出ました。でその後、池袋の東京音楽大学に4年間通わせていただいて、その後大学院も2年行きました。でですね、大学4年生の時に、日本で一番歴史のあって難しいとされている、日本音楽コンクールというコンクールチャレンジしまして、第2位と、あと聴取賞をいただきました。聴取賞って本当に、僕の中で一番嬉しくてですね、その時に聴いた演奏で一番インパクトに残ったよっていう演奏に投票する、賞なんですけども、そちらをいただきまして、それをきっかけにですね、全国各地、プロとして演奏活動で、回っていくという活動に入っていきました。してからはですね、東京音楽大学に、ちょっと引き抜いていただいて、一応最年少ということで、音大の先生をですね3年ほど務めさせていただいて、音楽大学のねプロを目指している、ピアニストの卵の人たちに3年ほどレッスンを、しておりましたが、やはり自分が教えることも好きなんですけど、自分が演奏をやっぱりしていきたいなっていうこともありまして、もうちょっと、勉強しようと思いまして、イタリアのイモラ音楽院というところに2年ほど留学させていただきました。帰国後はバイオリニストの高島ちさ子さん、バラエティでも活躍されてますけど、ちさ子さんのお父様の、事務所、高島音楽事務所さんにお世話になりまして、演奏活動をしておりましたが、その後2021年ですかね、自分で一応法人化しまして、自分の会社を立ち上げて、自分で自分のマネジメントをするという、業務をただいま行っております。の活動の内容はですね、全国で、自分のソロのコンサートだったり、他の共演者とアンサンブルの演奏会を開いたり、コンクールの審査員をやったり、音楽雑誌に記事を提供させていただいたり、子どもたちに、音楽の楽しさを知ってほしいなということで、芸術鑑賞会とかをですね、教育委員会の人たちと全国回ったり、テレビのバラエティに、まあ、一時期レギュラーで出させていただいたりとかですね、基本的にクラシック音楽をちょっとでも楽しんでいただきたいなという、 こう機会を作る、何かこうきっかけになるような活動を、しております。プラス最近は YouTube も気合い入れて始めております。
あまり僕も今までそんなに話してはこなかったんですけど、僕のもう一つの裏側といいますか、僕はどういう人生を送ってきたか。僕はですね、舞台役者兼俳優兼パチンコの釘師というね、謎の父と、あとは理容師の母親のもとに生まれました。で、全く音楽関係ではなかったんですけども、ピアノを始めるきっかけとなったのは幼稚園の先生で、幼稚園に入園して先生が弾くピアノを聴いてすごい楽しそうだったんですよ。で、それがきっかけでちょっとピアノやりたいなということで、始めました。で、実はその幼少期、幼稚園の時に父が倒れまして、で、小学校1年生の時に父が癌で、他界しました。もともと家がかなり貧しかったので、生活も厳しかったっていうところプラス、お金がなさすぎて保険にすら入ってなかったということで、なんとその入院費だったり手術代とかも実費でめちゃくちゃかかってしまって、で、その後生活大変になっちゃったから、母親が、昼は理容師で、理容室が休みの時は事務員をやりながら、で、夜はホステスもやって、家では内職っていうですね、本当に母一人でずっと育てられてきたんです。その後中学生になる時に中学校の制服が買えないっていうぐらい結構厳しくて、で、たまたまですね、母の事務員として働いてた会社で、僕が会社に行った時に懐いちゃった男性がいて、で、その男性と母は、再婚したんですよ。で、そのおかげで中学校の制服も変えたし、で、父もですね、自分がやりたいことがあるなら、その夢を、諦めずに頑張れということで、音大まで行かせてくれたんです。父親のおかげなんです。で、それでですね、この母親がちょっとうつ病になっちゃったりしてですね、でも僕としては父も母もすごく大好きだし、イタリアにいる時もですね、その母親を病院に連れてくるために月1でね、日本とイタリアを結構行き来するような生活をしていて、で、そんなこんな過ごしてたんですけど、今度は母親が認知症になってしまいまして、父親が責任をなんか感じたのか一人で、介護をし始めてたんです。で、そんなこんなしてるうちに、今度本当数年前の話ですけど、父が今度癌で倒れてしまって、で、僕が今度母親の介護をするってなったんですけども、で、今度父の代わりにずっと介護っていうと、僕も介護で働けなくなってしまいまして、まあ、そういう感じでですね、結構、家がぐちゃぐちゃな感じで生きてきたんですよ。そういう辛いことだったり、いろんなことがあったんですけども、それを乗り越えられたのがやっぱりその大好きなピアノであり、そして辛い時も楽しい時もクラシックの音楽が身近にあったんですね。で、僕は趣味でダンスやってる時代もあったりとか、 EDM だったりクラブミュージック、ポップス、ロック、いろんなジャンルが好きなんですけど、やっぱりちっちゃい時からずっとクラシックがそばにあったんですよ。なので、このクラシック音楽って結構敷居が高かったり難しい音楽と思ってる方すごく多いと思うんですけど、まあ、弾いてる人間が僕みたいな、こんなチャランポランな感じのこんなキャラクターの人もやってたりもするし、意外と聞いてみたら、あ、なんかいいかもって感じるきっかけって多分あると思うんですよね。だから、そういったですね、僕が大事にしてきた大好きなクラシック音楽をいろんな人に聴いてほしいなという思いが一つあるっていうところと、あとはその僕がピアノを始めるきっかけになったのが幼稚園の先生、ということもありまして、その幼少期ちっちゃい時に何か、その感受性豊かな時代にですね、クラシック音楽に、戯れてほしいなという思いで子どもたちに音楽を届けていたりもするんですけども、そういう活動だったり、あとはそのやっぱり父が亡くなったっていうことで、やっぱり命っていうものの尊さっていうんですかね、それをすごく感じています。
僕たちクラシック演奏家はですね、2、3年先まで演奏会が全部キャンセルになってしまいまして、どうやって生きていこうって、もう本当お先真っ暗になりました。コロナこうやって落ち着いてはきたものの、クラシックの演奏会は、演奏会の回数としてはコロナ前と同じぐらいまで増えてきてるんですけれども、どうしても集客が、3分の1ぐらいに減ってしまってるっていうのは、もうクラシック業界のもう今の現実なんですね。